こんにちは。こんにちは。今日よろしくお願いいたします。お願いします。お名前から自己紹介お願いいたします。萩原さよ子と申します。俳優をさせていただいております。俳優さんになられてどれくらいでしょうか。新人としてやり直したのがこの3年。昔にもやっておりました。昔にやってらしたっていうのはおいくつでデビューされたんでしょう。15歳の時に金棒化粧品でモデルとして最初デビューしました。その後ウルトラマン80でウルトラの星の王女で巨大化したり、科学戦隊ダイナマンでダイナピンクで変身をしたり、あと超新星フラッシュマンという番組でやはり変身をしておりました。デビューのきっかけはどのようなことでしょうか。あの金棒化粧品 の、 あの一般公募のコンテストがありまして、それを家庭教師の先生が推薦で出してくれたのがきっかけです。予選があって東京予選があってで全国大会なんですけれども、結果から言いますと1位になったのが松原千明さん、石田純一さんの前の奥様ですね、すみれちゃんのお母様がなられて、私はアイドル賞をいただきました。その後はどのような展開になっていかれたんでしょうか。大きなキャンペーンモデルとして CM やグラビアに出していただいて、そのグラビアを見たつぶらやプロの方にある日声をかけられて、高校の制服のままつぶらやプロに行ってウルトラマン80のオーディションがありました。オーディションの結果は、当時 の、 あのグラビアアイドルってなんかもうバーンみたいな感じだったんですけど、私あのちょっとなんか異色で高校生でもねペターンみたいな感じ で、 でそれをプロデューサーが見て、なんかあなた元気そうだけどこういう番組があるんだけどやってみないって言われて、できるって言われてできるって言いました。長谷川初則さんと石田恵里さんで当時のスターが出てらっしゃ、中山仁さんとか出てらっしゃったんですけれども、それのもう50本ぐらいの中の最後の8話だったんですね。でそれに出していただいて、でウルトラの星の王女として変身をするというものでした。あの私アフレコも何も知らないで、ただなんか毎日洗濯機の渦の中にいるような感じで撮影があっという間に終わってしまい、でその後あの事務所が大きかったこともあるんですけれども、ホリプロダクションなんですけれども、お仕事が次から次へとありがたいことに来て、でまた変身ものに出ることになりました。変身ものは何でしょうね。あの科学戦隊ダイナマンといって5色分かりますか。赤とか黄色とかいて、そのうちのピンクで、あのそれもあのオーディションほとんどなく選ばれました。あの私ちょっと家庭が複雑で、家庭の事情があって、高校生の時、高校の後半ぐらいから自分で学費を払わなければいけなくなって、でホリプロダクションの当時の給料が7万2000円だったんですね、手取り でその中から学費とかいろいろ払ってて、でお仕事がありがたいことにずっと順調だったわけで、朝から晩まで撮影をして、土日はクイズ番組のアシスタントをして、お休みがあればグラビアをするっていう時で、自分の中でもちょっと勘違いをしてしまって、こんなに働いてるのにこんなんじゃお洋服も買えないし、7万2000円で学費も払ってこの事務所が行けないんじゃないかなっていうふうに勘違いをしたんですね。それでダイナマンが終わってしばらくした時に事務所を変わることにしたんです。それはあのご自分の意思で、ご自分一人で誰にも相談せず決めたんですか。はい。ホリプロダクションにその言ってみるってことはされなかった。あの途中一度しました。一度して7万2000円をもらっていて、とてもこれじゃやっていけないんですけど、じゃあいくら欲しいのって言われて、すごい考えて、15万円欲しいです、学費を払って食費を払って親にお金を渡せると思って、そしたら翌月15万円になったんです。でもそしたら仕事がパタってなくなったんですね。それまでずっとレギュラーとかいただいていたのに、でグラビアの仕事なんかはあったんですけど、このままじゃ私ここでなんかダメになっちゃう。こんなにたくさんスターの人がいる中で、私みたいなものはだんだん目が届かなくなるし、だったらもっと小さな事務所に行けばもっと目をかけてくださる方がいらっしゃるんじゃないかとか、そういう子供だったんですよね。自分軸で考えて自分で判断しました。次に移られた事務所は、はい、ご自分で探したんですか。その時にお世話になっていたグラビア関係のカメラマンさんが紹介してくださったところだったと思います。そちらに移ってどうなりました。今まではレギュラーのお仕事ばっかり、遠山の金さんであったりとか学園ものであったりとか、普通にレギュラーを取っていただいてたんですけれども、それがなくなって、オーディションを受けて取れるのは2時間もののゲスト、それも当然ありがたいことなんですけれども、その中で今度あのグラビアのお仕事がどんどん増えて、である時ヌード写真集を出さないかってお話が来たんです。でお金のことを言ってあれなんですけれども、ギャランティーは100万円だったんですね。当時で100万円でうち4割は事務所が持っていく、で60万円いただければ、その時一人暮らしをしていたので、じゃあ2、3ヶ月家賃払えてやっていけるなって思って、
ものすごい勇気振り絞ってヌード写真集のお仕事を受けたんです。清水の舞台から飛び降りる気持ちで脱いだんですね。でここから何かお仕事をつかみ取ろうと思ってたんですけども、来る仕事来る仕事脱ぐ仕事脱ぐ仕事になったんです。それはご自分では想定外だった。想定外でした。で一番最後にもう辞めようと思ったのが、1年間だけあの特撮番組で超新星フラッシュマンというものをやったんですけども、その後にやっぱり来る仕事来る仕事全部脱ぐ仕事で、あの当時あの日活さんで竹下夢二さんが主演の映画を作る、あの主演が沢田研二さんだったんです。でその中で病弱の女の子の役をやらないかって言って、あの役でオファーが来たんですね。で2回3回あのプロデューサーの方が会ってくださったんですけども、脱ぐんですね。私その時もすっかり自信がなくなっていて、お見せするようなこうグラマーなバンっていう体でもないし、こんなこのぐらいの体で脱いで大して芝居のスキルもないのに、私はもう本当にこのままでは潰されてしまうし、まともな結婚もできなくなってしまうんじゃないかってものすごく危惧して、それで決心して芸能界を挫折して諦めました。じゃあその沢田研二さんの映画、はい、そちらに出なかったんです。出なかったんです。芸能界を辞めになってからはどうされましたか？それまで私あのグラビアのお仕事で、当時あのバブルもあったので海外にはたくさん行ってたんですね。でも自分のお金で行ったことがなかったし、ちょっとだけ半端に顔が知られていたので、ちょっと行きづらかったんです。地元とかで芸能界に挫折して辞めたんだよとか、芸能人崩れだよとか耳に入ってきますよね。いちいちまともに受けてしんどかったので、誰も知らないところで人生やり直したいと思って短期留学の申し込みをしようと思ったんです。それはどちらへ？イギリスでもカナダでもアメリカでもよかったんですけども、でもお金がなかったんですね。先ほど申し上げたように、あの学費で全部使ってしまったし、生活費で使ってしまったので、大学は出てるけどもスキルも何にもないし、どうやってお金を作ればいいかなと思った時に、当時あの求人雑誌を見て、銀座のホステスさんを募集していて、その銀座のお店が当時あの渡辺淳一さんの化身という小説が大ヒットした、それの元になったお店だったんです。高級、いわゆる高級クラブです。でそちらでお仕事されたんですか？もちろんあの素人だったので、あの綺麗なお姉さんたちのいるヘルパーさんとして半年間働かせていただいて、終電では絶対帰りたいってお願いをして、11時半では帰りたいって言って、1日1万6千円いただいて、お金を貯めてアメリカのワシントン州に短期留学をしました。銀座のお店では心に残るエピソードございました？私小林えりちゃんという名前でやってたんですけれども、ある時なんか私のことを気に入ってくださった方がいて、えりちゃん何か欲しいものがあるのって言われたから、何にもないって言って、じゃあ車買ってあげるって言われて、何の車が欲しいのって言って、買ってもらう気持ちはないんですよ。だってそしたらなんか愛人とかになんなきゃいけないの嫌だから、って言って、当時人気だったあの軽自動車のアルトっていうのがあったんですね。アルトかなって言ったら、もうすっごいその人が私のこと気に入ってくれて、でも翌日には買いに行く勢いだったんですね。でその日を境に辞めました。お店を辞めて留学を、半年間だけなんですけど、行ったお家があのボーイング社のエンジニアをしているお父さんのお家で、お母さんがお医者様、いわゆるハイソサイティのお家だったんですけれども、私今そういう言葉ないんですけども、セクハラを受けました。アメリカでの習慣が分からず、なんか熱が出た時にお父さんがお薬をあーんって飲ませてくれたりとか、コストコに行った時にお父さんがお母さんがいないところで手をつないだりとかするんですね。で私が喋れないから心配だからしてるのかなと思ったら、ある時お母さんがいない時になんかお尻触られたりとかおっぱい触られたりとかしたんで、その時に初めて気がついたの。これって危ないと思って、で翌日でも怖くって、それをあのそこにいる担当の先生に言えなくて、英語だし嘘ついて、子供のいるうちにどうしても行きたいから変わりたいって言って、今だったら本当のこと言えるけど、なんかアメリカって何か言ったらバンって撃たれちゃうんじゃないかとか思って、怖くて言えなくって家を移ったってことがあります。それは大変でしたね。なんか笑い話ですけど、その時は言えないんですよね。その留学から帰ってきてからはどうされました？留学帰るきっかけになったのが、高校の時にその時に陸上部で大人気だった同級生がいて、クラスも違ったんですけど、高校卒業してから毎年誕生日に花束を送ってくれるんですね。毎年毎年送ってくれてて、それであの1回だけ留学の前に会ったんですね。そしたらあの自分は警察官をやっていて、でなんかずっと好きだったんです、あの付き合ってくださいって言われて、で私あの
付き合うんだったら結婚を前提じゃないと嫌ですって言って、結婚前提に付き合いたいですって言われて、キスとかもしないうちにそういう話になって、 でも留学はどうしてもしたいから、じゃあ待ちますって話だったんですけど、留学中に誕生日になって25歳だったんですけど、25枚の花のカードが届いたんです。それでその時のホストマザーが、2件目のホストマザーが、こんな人なかなかいないから最後は帰った方がいいかもしれないよって言われて、で決めました。で帰ってすぐに、本当にすぐに、大してお付き合いもしないうちに結婚しました。ホストマザーに言われていい人だなと思って結婚した。私家庭が複雑で、まず母親がすごく喜んだんですね、警察官だということ。それから芸能界にいる時に2人ぐらいお付き合いしたことがあるんですけども、いわゆるダメンズだったんですね。お金を使い込んじゃうような、自分のビジュアル大好きな、そういう恋愛を母が見ていたのと、あとその2人目のダメンズの人が私の出生を親御さんが調べたんですね。でその時に誰が父親かもわからないような、そんなどこの馬の骨ともわからない女に大切な息子をやらないって言って、親族の前でこうバーって罵倒されたんです。それもあって、すごく真面目な人だったし。お幸せな結婚生活は続きましたか？18年続いて子供たち3人を授かりました。でそのご結婚は今も続けてらっしゃる？いえ、とても警察官のお仕事って本当に激務なんですね。結婚してすぐに天皇陛下が崩御されて、昭和天皇が亡くなられて、しばらくも帰ってこない、連絡が取れない。その後阪神淡路大震災、連絡が取れない、帰ってこれない。オウム真理教の大きな事件があって、上久石村に行ってきり帰ってこない、連絡が取れない。子供は熱を出す、入院する、帰ってこない、連絡が取れない。社宅では芸能人崩れだって言われて、ちょっといじめにあったりとかで、ずっと一人で抱え込んでるっていう自分軸で考えていて、だんだんこう心が離れていったんですね。なんで守ってくれないのとか、なんでこうしてくれないのとか、相手に対する求めるものが大きすぎて、逆に私は彼がものすごい激務の中で頑張ってくれてる姿とかを想像もできず、ボタンの掛け違いで別れることになりました。離婚後はどのように？離婚も大変だったんですね。やっぱり向こうも警察官だし、別れるといろいろ問題があるので、上に上がっていくのに、で私は普通の何もスキルがないので親権を取るのが大変で、仕事を持ってなきゃダメだって弁護士に言われて、スキルがなかったので第一生命に入りました。3年間、3年間お仕事させてもらって、夜はスナックで働いてたんですけど、寝る間もなかったですね。はい、子供が3人いて、下の子がまだ2歳ぐらいだったので、それはもう大変でした。養育費なんかは？その離婚裁判中はありませんでした。離婚が成立して、私が第一生命で頑張って営業主任にまでなって、その成績を出せたことで親権を取れたんです。もちろん慰謝料もなく、養育費だけは子供たちが学校卒業するまで全部払っていただきました。仕事が終わり、ご飯を作り、塾の送迎をして、歯磨きをして、寝かしつけて、夜スナックに出て2時3時に帰ってきて、また朝、熱を出しますでしょ、子供が小さい子って。そうすると保育園に預けられないので、予備の保育園ってすごく高いんですね。なんか何のために働いてるのか分かんないぐらい本当にお金がかかりました。その大変な時期がどれくらい続きましたか？離婚裁判中なので、調停が2回で本裁判になって2年3年ぐらいありましたかね。あまり記憶がないぐらい働いてました。でその3年間の間に、ある方が第一生命のお客さんを紹介してくれたりとかするようになったんですね。その方と再婚をしたんです。下の子が小学校に上がるタイミングで、裁判が終わって、はい、それは良かったですね。12年間続いたんですけれども、あとの4年間はほとんど別居でした。で離婚されたわけですかね。はい。その後はどんな展開になるんでしょうね。私がなんとか気持ちを保って生きていられたのって、昔子供だった子が、私の特撮番組を見た子供だった子が大きくなってプロデューサーになったり監督になったりとかして、特撮番組に呼んでくれたりとか、舞台に呼んでくれたりとか、あとサイン会を開いてくれたりとかして、それが結構支えになったのは間違いないです。どうしてかっていうと、私いつもなんか人間のクズみたいに思って言われてたし、思ってたんですけど、芸能人崩れだしってずっと思ってたんですけど、行くと昔のことなのにすごい喜んでくださるんですね。すごい昔勇気づけられましたとか、今こうやって会えて嬉しいとか、言葉を交わせるのが嬉しいとか、あの番組でこんなに元気になりましたとか、その最たるものがブラジルに呼ばれた時とか、
上海の方に呼ばれた時とか、その言葉の通じない方が泣いて私のところに来て、自分がグレなかったのはあなたの番組を見たからですとか言ってくださったりとか、決して向こうの方からしたら安くはないお金なのにお金を払って来てくださって、私の似顔絵を描いてくださったりとかして、大げさじゃなく泣いて喜んでくださったりとかした時に、私が生きる勇気をもらいました。今からそうですね、2年3年前に座組を組んだ舞台に呼ばれたんですね。でそれまでは舞台なんて上手も下手もわからないし、スキルもないので躊躇してたんですけども、せっかく行っていただけるんだからじゃあと思って挑戦させていただいて、そこをスタートに役者になろうと思って、私のことを見て一人でも二人でもの方が、こんなおばさんでも人生いつからでもやり直しできるんだなと思ってる方がもしもいてくれたら、それが私のこれからの人生の恩送りになるんじゃないかなと思って、新たにちょうど3年目ぐらいですかね、なりました。本格的に芸能界でまたお仕事することになったのが3年前ということで。はい、そうですね。今はどのような活動をされてます？本当にありがたいことに、そのタイミングで昭和40年男っていう雑誌で取り上げられていただいたり、人生やり直してるっていうことでとか、舞台のお仕事をいただいたり、映画のお仕事ですねもいただいたりして、本当に奇跡のようにやり直させていただいております。恥ずかしいんですけれども、本当に苦しかった時、保険も入ってるから私が今いなくなれば、まだ母親も元気だったので子供たちは保険金も入るし、それでいいんだろうって思ってる時期が結構長くありました。下の子が20歳になった時には、自分はみんなに迷惑をかけない形で行けばいいんじゃないかなっていう、本当におかしな考えを持っていました。でもある時に自分は生かされてるということが気がついて、宗教とか全然持ってません、はっきり気がついた瞬間があって、そこから人生っていつからでもやり直しができるし、人は生まれてきた時に幸せになる権利があるんじゃなくって義務があるんだって気がついたんです。だからそのために努力をして、必ずみんな死ぬし必ずみんなお迎えが来るから、そこまでは生きる約束があるんだよっていうことを、自分が今役者として立っている姿を見ていただけて伝えることができたら、少しでもなんか笑ってもらえたら、それが私の恩送りだと思っています。今後のご活躍はどのような予定でしょうか？6月は池袋の方で無国籍ハードボイルドの映画に出ます。全部が見どころなんですけれども、特に萩原さや子パンツ丸出し、それは楽しみですね。はい、他にはございますか？ですね、9月の29日から豆腐の日まで、10月2日までアコちゃんのありが豆腐という舞台に立たせていただきます。概要欄に情報載せておきますので。はい、お願いします。今日は素晴らしいお話ありがとうございました。ありがとうございます。今後のご活躍もお祈りしています。ありがとうございました。ありがとうございます。